ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも。今回は東京駅構内でいただく旭川ラーメン、こちらのお店です。味噌野菜をお願いします。味噌野菜で、はい、
はい、というわけでご覧いただきました初桃の番外地さん、これ味噌ラーメンに野菜トッピング、そしてチャーシュー丼だったんですけども、まずこの味噌ラーメン、これね旭川ラーメンなんで普通は醤油なんですが、このお店の番外地さんの特徴はこの味噌ラーメンなんだそうで、その味噌にさらにこう野菜トッピングしていただきました。で、味噌のスープのうまさもちろんながら、この野菜のたっぷり加減はねもう結構驚くようでした。そしてうまい。で、チャーシューもねさりげなくこう薄味なんですけども、いいねコンビネーションでした、スープと野菜とも。そして今回のチャーシュー丼はこの山椒で甘辛くね甘じょっぱに味付けしてあるのがものすごく、またちょっとマイルドなコクがある味噌スープとめちゃくちゃ合って、この組み合わせは本当に偶然だったんですが美味しくいただいてきました。というわけで皆さんもこの東京駅構内番外地さん入られましたら、もちろんお醤油もいいですが、この味噌もいただいてみてはいかがでしょうか。というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。